ヘブル人への手紙第23回信仰者のリストその3ヘブル人への手紙11章17節から22節信仰によってアブラハムは試みられた時サクを捧げました彼は約束を与えられていましたが自分のただ一人の子を捧げたのです 神はアブラハムに対して「サ作から出るものがあなたの子孫と呼ばれる」と言われたのですが彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えましたそれで彼は死者の中からサ作を取り戻したのですこれは型です 信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエサウを祝福しました信仰によってヤコブは死ぬ時ヨセフの子供たちを一人一人祝福しまた自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました信仰によってヨセフは臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り 自分の骨について指図しました、はい、皆さんおはようございます,います、えー、今日のメッセージのタイトルをご覧ください「ヘブル・ビトへの手紙第23回」タイトルが「信仰者のリスト」その3回目ですね「えー、ヘブル・ビトへの手紙」11章17節から22節です。 さあいつものようにこの手紙の文脈を考えてみたいと思います。この手紙を受け取ったのはユダヤ人信者たちです。彼らは第二世代のメシアニックジたちです。ですからまずこの手紙、ヘブルビテの手紙を理解する大きなポイントは、 誰がこの手紙を受け取っているかということを考えることですヘブルビという手紙が難解な大きな理由はそれはユダヤ人に向けて書かれているからですそしてここに書かれてある内容をそのまま自分に適用しようとするとなかなか難しいんですまずユダヤ人の人たちがこれをどう理解したのかというところをしっかりと 学んでおく必要があるその上ででは今の自分にどういう関係があるかということを考える必要がある。でこの手紙を受けたメッシャー肉汁たちは実は大変な迫害に遭っていたんですイエスを救い主だと信じたんだけれども逆に厳しい生活になってしまった。また偽教師たちがやってきて 誤った教えを与えているその結果彼らは考えたわけです元のユダヤ教に戻った方がいいんじゃないかで事実多くの人が元のユダヤ教に戻っていったわけですでこの手紙は自分もユダヤ教に戻ろうかなと言って考えている人たちを励ますために書かれたものですね でこれまで著者は長い長い部分を使って神学的に教理的にイエス・キリストを信じる信仰がユダヤ教よりもはるかに優れているということを教えてきました。で今私たちはそれをもとにではどうすべきかという適用に入っているわけです。学んだことの適用が 十章の十九節から十三章の二十五節まで出てきております。でこの手紙の読者は、まだ廃墟してないんです。しかし、その可能性を考えているんです。で彼らに今、最も必要なのは、何かというと、信仰による忍耐です。信仰を働かせて、忍耐をもって、キリストを信じる生活を続けるということです。 で彼らを励ますために信仰による忍耐を発揮した旧約聖書の信仰の英雄たちがリストアップされます。英雄たちの名前はユダヤ人にとっては非常によく知られた人々であります。ですから著者はこの手紙の読者が旧約聖書の知識を持っているということを前提に書いてるんです。 で前回も申し上げましたが、これはユダヤ人の歴史の要約なんです。人物が出てくるけど、実際は歴史をたどってるわけですね。これは歴史的解雇という文学的手法の一つです。英語ではね、ヒストリカ r リトロスペクティブという言葉があるんで、ヒストリカ r リトロスペクティブ、歴史的解雇という文学手法です。で今日の テーマ、今日の内容はもう完全に創世記の内容です。ですから、創世記をしっかり学ばれた方は、今日はとってもわかりやすいと思います。で、これまでに登場した信仰の勇者たちをもう一度確認したいと思います。2回、このテーマで話をしました。1回目は、まず、アベルが登場しました。アベル。 これはアダムかからスタートしししなっったたて話をしました信仰の勇士たちの流れはアベルから始まっている次がエノクでしたそれからノアでしたアベルエノクノアここまでが族長たちの時代の前の人たちです族長たちの時代に入ってアブラハムでしたそれからアブラハムの妻のサラでした それから族長たち複数で取り上げられていましたアベルエノックノアアブラハムサラ族長たちそして今日の箇所では族長たちが今度一人一人個別により詳しく取り上げられていますでは今日のアウトラインをご覧ください1番目アブラハム これが17から19節2番目、どうぞ、イサク20節3番目、ヤコブ21節4番目、ヨセフ22節アブラハムという名前を初めて聞いた方はいらっしゃいますかアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフという名前はよくご存知ですか創世紀を学んでくれば、 このの人たちの名前はよくわかります通常通常族長たちっていうとアブラハムイサクヤコブなんですがたまにヨセフもその中に含めて考える場合もあります。今日はアブラハムイサクヤコブヨセフのこの4人を取り上げたいと思います。次回はモーセの両親それからモーセというふうに入っていきますが。 そこに入ると、これは荒野の40年の放浪期間のテーマになってきます。その時代に信仰を発揮した人の話になっていきますから、今日はヨセフで切っておきます。これで族長たちの時代が終わりです。今日の結論、今日の着地点です。二つ考えましょう。一番目、どうぞ、イサク奉献の命令。二番目、独り子。 の意味この2つについて時々私たちは理解が不十分であったり誤解したりしていますのでしっかりとこの2つのテーマを確認のために取り上げてそして正しい理解を今日受け取りたいと思いますではアウトラインもう一度眺めましょうこれはもう見なくても分かりますねはいどうぞ1番目アブラハム次イサク次 ヤコブ、それからヨセフ。はい。この順番で見ていきましょう。では、イントロダクション終わりましたので、これから本論に入ります。初めての方も今日もいらっしゃいますので、皆さん大きな声でお願いします。Are you ready?Yes, we are. はい。ありがとうございます。1番目、アブラハム。17節から18節はい、ご一緒に。信仰によってアブラハムは 心みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、はい。ここまでにしておきましょうね。この続き、先に行ってから取り上げます。とりあえず、この二節を見てみましょう。さあ、アブラハム は神様からままな訓練を受けました、まあ、言葉を変えればさまざまなテストを受けてきてその都度彼の信仰が成長してきたわけですでイサク奉献のエピソードですけどこれはアブラハムにとっては最大の信仰のテストですつまりこれがもう卒業試験ですね 彼の信仰が確立する最後のテストがやってきたわけです。アブラハムは心見られた時遺作を下げましたってありますが、具体的にはそれは創世紀22章の2節それを見てみましょう。創世紀22章の2節はい、ご一緒に。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子遺作を連れて、 モリアの地に行きなさいそして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄にえとして遺作を私に捧げなさいという神様からの命令ですねこれはアブラハムはこの言葉を聞いた時にどのように応答したか覚えてらっしゃいますかアブラハムはこの言葉を聞いた後、一月間悶々として 悩み抜いいたと書いてあります聖書に。どうしたでしょうか彼は。すぐにすぐにっていうのは具体的にはいつ翌朝遅く早く翌朝早く彼は出発したんです。彼は応答したんです。 神からの言葉に応答したんです前回もお話ししましたが信仰というのは真空状態の中に生まれるものではなくて神からの啓示神からの語りかけに対する応答のことなんですアブラハムが翌朝早く出発したということはアブラハムは神様の命令を 辞儀通りに解釈したんですその時にアブラハムは「あなたの子あなたの愛している一人子イサクを連れて彼を全生のいけねえとして捧げなさい」って言われた時に「神が子供を捧げよう」なんて言うはずがない「そうか!」この「一人子イサクっていうのは私が大事にしているあの最高のあの子羊のことだ。 あの子羊を捧げようと神はおっしゃってるんだ。だから子羊を抱えて山に行けばいいって彼は言わなかったんです。それは一人語遺作を子羊と読み替えるのを比喩的解釈っていうんです。だからアブラハムがここで神の言葉を字議通り文字通りに解釈していなかったら神のテストは成立しないわけです。 これすごく大事なこと。ということは聖書に出てくる登場人物たちは神の言葉を辞儀通りに受け止めてるんです。聖書っていうのは神様の自己啓示の書です。ですから私たちは聖書を通して神がおられるということを認識していくんです。その場合は抽象的一般的な神がいるかどうかという話ではないんです。 聖書が掲示している神聖書的神と言えますあるいは英語ではねビブリカ l ガー d これはこの方がいい言葉だねビブリカ l ガー d 聖書が掲示している神がおられるかおられないかがポイントなんですで神が掲示された聖書の書をそのまま辞儀通りに受け止めるところから信 が生まれてくるわけですそこに正しく応答することが信仰です。ですからアブラハムは翌朝早く出発したっていうのは彼はそこで信仰の応答をしたわけです。まあハーベスタイムでは終末論、継挙とか主の再臨、その前の大観覧時代、 千年王国それから永遠の秩序そういったことが非常にクリスチャン生活にとって重要だという認識がありますのでそれをテーマに正解をしたりあるいはさまざまな教えを行ったりしております皆さんもご存知です。時々疑問に思いませんか同じ聖書の言葉を読みながらなぜある人は 景気は大観覧時代の前にあるといいある人は景気は大,大観覧時代の中間にあるんだといいある人は景気は大観覧時代の最後にあると言うんでしょうかなぜある人は千年王国なんかない今の教会時代が千年王国だと言うんでしょうかある人は千年王国は文字通り地上にできるんだと言うんでしょうか同じ聖書を読みながら何が違うんでしょうか私も昔は 理解できなかった今わかるその違いは何かというとどこまで一貫して時期通りに解釈するかどうかの違いですで比喩的解釈の度合いが増えれば増えるほど「千年王国はない」「今が千年王国だ」という解釈に近づきますでここで強調したいのは「神が語られた」 そしてアブラハムはその命令を時期通りに解釈した。だからここでテストが成立してるんです。私たちが神の啓示の書を時期通りではなくて比喩的に解釈していくとそれは神の意図ではないことを作り上げていることになるんです。それは人間の知性を 神の言葉以上に優先させてるんです。そしてそれは突き詰めると聖書以上に人間の判断を上に置く。つまり偶像礼拝に近づくっていうことです。アブラハムは神の言葉を時期通りに解釈し、翌朝早く出発して3日目にモリアの山が見えたんです。モリアの山っていうのは今のエルサレムです。 その山に登り、彼は遺作を捧げたんです。もちろんこの時、アブラハムはジレンマに陥りました。どういうジレンマでしょうか神はアブラハムに多くの子孫を約束されたんです。けれども、まだ多くの子孫を見ていないんです。その子孫は イサクから増え広がることになっていたんです。そのイサクが死ねば神の約束はどうなるのか。アブラハム契約はイサクが継承するんです。そのイサクが死ねばアブラハム契約はどうなるのか。これがアブラハムが陥ったジレンマであります。ユダヤ人たちは 当時のイサクの年齢をおよそ30歳と見ます。ということは30歳の息子を連れてアブラハムが山に登っているわけです。アブラハムの年齢は130歳です。130歳のお父さんについて30歳の息子が山を登っているわけです。どっちが体力ありますかね <laughs> それはもう息子の方が体力があるに決まってますですからここはねアブラハムの信仰が強調されてますがイサクも大したもんですよ彼はお父さんの信仰に見習って従順に自分の身を任せていくわけですねでアブラハムがそのジレンマに陥った時にその苦しみの中から一つの光が見えたわけですね それが次の復活信仰なんです。あたかもオリーブの実が粉砕され麻袋に詰められ上から重りをかけて素晴らしいオリーブオイルを出すかのようにアブラハムが粉砕され上から圧力をかけられそこから彼の純粋な 信仰が生まれてきてきいるということは神に喜ばれる信仰っていうのは神が許可されるテストを通して我らの内から生まれ出てくるということも言えるわけです。19節 <laughs> はい19節、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました」。 それで彼は死者の中からサ作を取り戻したのです。これは肩です。はい。神の約束は必ず成就する。その神の啓示に対する応答が信仰ですね。ラブラームは神の約束は必ず成就するというふうに信じたわけですから、サ作を捧げたとしても、 神は遺作をよみがえらせることとができるという信仰に導かれたわけです。これが復活信仰です。で驚くべきことにそれまでの聖書の記録の中には死者が復活したという例がない。まあエノクという人は死を経ないで天に上げられたということを学びましたがそれまでは死者が復活したという例がないからアブラハムにとってはそうだ。 あの人のように自分の息子も復活するんだと思いたいけれどもそのよなんていうか松葉連になるような助けになるようなものがないわけですねそこに彼の素晴らしさがあるアブラハムの信仰の素晴らしさがあるアブラハムは激しい葛藤を通過する中で復活信仰を見出したんです結局アブラハムは イサクを殺したの殺さなくてもよくなったの殺さなくてもよくなりましたねでも心ではイサクを殺したんですよ。思いにおいてはイサクを殺したんです。ですから神様がそれでいいって言われたんです。その身代わりとして何が用意されましたか 角を引っ掛けた押羊筋押がそこに用意されていた結局イサ作を殺さなくても良くなったわけですここは結構大事なところですから訳文を比較したいと思いますちょっとこれをご覧くださいまず深海訳一緒に読みましょうはいそれで彼は死者の中からイサ作を取り戻したのですこれは肩です 肩ですという言葉が出てきます。これは異訳ですね。いい訳だと思いますが、原文には肩という言葉はありません。もっと別の表現です。新教同訳。はい。それで彼は遺作を返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然です。はい。肩ですという言葉に相当する言葉はどの言葉でしょうか 社の中から返してもらったも同然です。はい。同然ですという言葉がそれですね。次、交互訳どうぞ。だから彼はいわば遺作を生き返して渡されたわけである。はい。肩に相当する言葉はどの言葉でしょうか。そうですね。いわばという言葉ですね。いわば。はい。次、文語訳どうぞ。 すなわち死よりこれを受けしがごとくなりき。はい。どれでしょうか型に相当するのは。ごとくなりき。これ文語訳は調子いいですね。すなわち死よりこれを受けしがごとくなりき。これは講談調になりますね。もちろん講談から話してるわけですけども。で、英語で訳すとね、アメリカンスタンダードバージョンなんか。 from whence he did also in a figure received him back これね in a figure というところが大事な言葉なんです in a figure でこれ新戒訳は肩新神経土訳は同然口語訳はいわば文語訳はごとくなりきそして英語では in a figure と続くわけです ギリシャ語ではエンパラボレイって言うんです。エンパラボレイ。インパラボという意味ですけど、このパラボレイという言葉はヘブル書9の9に出ていたんです、実は。ちょっと見てみましょう。はい、この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って、捧げ者といけにえとが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。 とあります幕屋っていうのは何なのかというと当時生きていた人のために用意された比喩だっていうんですこれがエンパラボレパラボレという言葉でパラボレっていう比喩ってのは何かというとこれは天的真理の影なんです,いいですか天的真理は天にある幕屋を示す影なんだそれが比喩っていう言葉なんですこれがアブラハムの箇所では とと訳訳さされ、れあるるいいは同然という言葉ででも訳されるわけですつまりこの出来事アブラハムがイサクを殺さなくてもよくてイサクを取り返したという出来事は復活という天敵心理を示す影だというんですそこにその信仰にアブラハムは導かれた彼は神の命令に応答した結果 こういう信仰に導かれたんだ。というのが、ここでの論点ですね。次、イサクの信仰に入っていきましょう。二十節です。イサクはい。信仰によってイサクは未来のことについて、ヤコブとエサウを祝福しました。はい。イサクはたったこれだけです。もう彼に関する情報は最小限ですね。なぜかというと、 花々しくないんですアブラハムのように。イサクの信仰の特徴は受け身ですねこれ。もう与えられている状況をそのまま受け入れるという大変貴重な信仰の特徴を持ってますね。まあクリスチャンの間にもヤコブのような信仰と イサクのような信仰があると思いますヤコブのような信仰は何かというともう一生懸命頑張ってで何かを獲得しようという生き方。イサクの特徴は与えられたものを「はい感謝します」と言っていただく信仰。例えばさっきの守アの山の出来事ではイサクは父 アブラハムの信仰に従って自らを捧げたわけでしょうしかも山に登る時に肩に何を折っていったんですか滝木を折っていったんだよでイサクが30歳ぐらいだってすごい納得できるの、ね、あれ小学校12年で芝を終わせたら児童虐待になりますからねあれだって人間を焼くぐらいの量の芝だからそんなに軽いもんじゃないでしょう お父さんの信仰ににっって従順に行ったわけですねあるいは荒野に生活していて水が必要でしょう井戸を掘るんだよね。で井戸を掘り当てて感謝する時に土地の人たちが来て「これは私たちの井戸だ俺たちが目をつけたんだ」とか言って、まあ、いわゆるイチャモンをつけてくるわけですね。その時に作は 喧嘩が嫌いなんです「あそう」って言って「じゃあどうぞ」って言ってまた次に行くんだけど次に行って掘るとまた当てるんだよね移動をね。ということは彼は受け身で争い事が嫌いで常に一歩引く人なんだけれども神様はそういう人を祝福されたわけです。これがイサクの信仰の方ですね。ところがここでね イサクの息子の名前が出てきてるでしょう誰と誰ですかヤコブとエサウの名前が出ておりますねこれ双子ですよねどっちがお兄さんエサウが兄で弟がヤコブですねこのことは皆さんよくご存知ですねでこの息子の二人の息子の扱いに関してはイサクは問題があったんです つまり信仰によってなんていうものではなくて食欲によってっていう話があるわけですというのはイサクはどちらが好きだったんですかお兄さんが好きだったんですでイサクの妻の名前は何て言いましたかリベカリベカはどっちが好きだったんですかヤコブこれもね悲惨な状態です家庭の中でお父さんは兄を お母さんは弟を愛しているというこういう分裂状態にあるわけですね。で神様はどちらが長子の権利を引き継ぐように決めておられたんですかヤコブが引き継ぐように決めておられた。それは餌ウよりもヤコブの方が行いが良かったからですね。違いますかいつ決められたんですか神様。 この二人が誕生する前からそれを決めていて、そのことをリベカは神様から直接聞いていたわけですね。で、イサクもそのことは知っていたはずなんです。なのに、お兄さんを祝福しようとしたんです。なぜお兄さんが好きだったか、お分かりになりますね。兄が持ってくる何が好きだったの 鹿の肉が好きだったんだだ今流に言うとジビエが大好きだったんですね。それで年老いて目が見えなくなっても彼はその食べ物を欲して持ってきて食べさせてくれそしたらお前を祝福するからって言ってお兄さんの餌をに言ったわけですね。これが問題だったわけですその結果 かこれを阻止するためにリベカとヤコブが動くわけです。先導したのはリベカですけど、お母さんとそれから弟の方が父を、イサクを欺くわけですね。つまり弟のヤコブが兄のエサウに成りすまして祝福を奪うわけですね。まあ、奪うっていう言い方は良くないですね。神様が最初かかららら決めておられたから それは決まっているわけですねただ父が兄を祝福しないように自分にその祈りが来るようにしたわけですね。で結論的に言うとイサクは後に自分が間違って弟を祝福したということに気づきます。そしてそれが意図せずして神の御心を行ったんだということに気づきます。その時に イサクは神の前に心砕かれたんです。そして兄と弟にはそれぞれの歩みがあるそれぞれの将来が祝福されるようにと今度は神の計画を受け入れて祈ることができるようになったですから信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエサ,エサウを祝福しましたっていうのはこれは 彼が過ちに気がついて後の信仰のことを言ってます。これでイサクの信仰は終わり。次、ヤコブ。21節見てみましょう。はい、ご一緒に。信仰によってヤコブは死ぬ時ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、 また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。はい。ヤコブの信仰っていうのはいろんな角度から説明できますがここではヤコブが年老いてからの話が一つエピソードとして出てきています。ヤコブの礼性は年を重ねるに従って で成長していきました。まあ、そういう意味では、そういう意味ではクリスチャンが年齢を重ねるっていうことはとっても素敵なことですね。若い頃はいろいろ悩んでいたことが整理されてきて、そして霊的に安定した状態に入ってくる。でここで少し霊的っていう言葉を振り返ってみたいと思うんですが、あの普通 霊的とといいうとどういうど印象を持ちますか私今までに何回かこういう方に会ってますクリスチャンの中にもいたしクリスチャンでない方にもいましたどういう言い方をするかとまあ女性の方が多かったですね私霊的に敏感なの <laughs> なのんかピッピピッとくるらしいですよすごく敏感なんですって。 で「いやじゃあ霊的な方なんですねえー、きっとそうだと思います」って,って、まあ、ちょっと自慢げにおっしゃるわけですねいろんな声が聞こえてきたりするんです、まあ、それは幻聴じゃないですか <laughs> で聖書が言う霊的っていうのはそういう意味ではないんです聖書が言う霊的っていうのは聖霊が語られること 精霊が判断されることと自分の理解や判断が合致していくことが霊的に成長するっていうことです。そういう人を霊的クリスチャンというんです。いろいろ感じやすい人のことではないんです。ヤコブは年を重ねて非常に霊性が豊かになっています。で、そのヤコブがいろいろ問題はあったけども、最後は信仰の勇資の。 一人に数えられているわけですその取り上げられているエピソードは何かというとこのエピソードによって晩年のヤコブがいかに豊かな霊的視力を保持するようになったかが証明されていますヨセフの子供たちとありますヨセフにエジプトで子供が生まれました兄と弟 兄の名前はマナセ。弟の名前はエフライム。そのマナセとエフライムをヨセフは父のところに連れてきたんですが、ヤコブは彼らを祝福します。手を置いて祝福します。これは単なる祝福ではなくて養子縁組です。ヨセフの二人の息子がヤコブの息子になった。そこから、ヨセフから二部族が出るんです。 それがエフライム族族とマナセ族ヨセフ族は二部族になったこれが長子の権利を引き継いだということの内容ですねさあ手を置いて祝福するんですが聖書では右手と左手とどちらに優位性がありますか右手ですね別に右利きの方が優秀で左利きはダメだということではないんですよ。 ただ象徴的な意味で、右手が優先で、左手がそれに続く。ですから、ヨセフの感覚から言うと、右手は兄の頭に乗らなきゃいけないわけ。それから左手は弟の頭に乗らなきゃいけない。だから、お父さんが目が見えないでそこにいるわけですね。視力が弱くなっている。で、兄と弟立たせるんだけど、お父さんの右手側に当然、 マナーセを立たせてるんです左側にエフライムを立たせてるんです。でお父さんが両手をスッと伸ばせばいいはずなのにヤコブはそうしなかった。どういうふうにしたか覚えてらっしゃいますか手を交差したんだよね。右手が弟の方に行って左手が兄の方に行ったんですね。いやヨセフは慌てたお父さん違いますよお父さん違いますよって言ったんですけれども。 ヨセフにしたら父は目は見えない。だから父はちょっとボケてきてるかもしれない。まあ皆さんにぜひお願いしたいことがあるんですが、あの、老人介護をしておられる方、あるいは家族に老人がいる方、あるいは最近少しあのボケが入ってきたなというような家族がいる場合に、ね、おぜひお願いしたいのは叱らないでください。 叱りたくなるよね前できていたことはできなくなってくるわけだからだからなんでできるダメでしょそんなことここがあなたの席でしょとかねそれはあなたのケーキじゃないでしょうとかねあんなどうでもいいんだけど <laughs> で老人っていうのは叱られるとすごく傷つきますどんなに判断力が鈍ってもね叱られて たっという感覚で傷つくっていうのはシャープです。ぜひ叱らないように優しく。声をかけられてください。これは私は自分のために言ってるんです。<laughs> <laughs> そろそろそういうお願いもしておかなきゃいけない。でヨセフは聖書を読むとお父さんにはやはりリスペクトしてね。尊敬を持って応答してますが、だけど。 どっちが正しくてどっちが間違ってんのヨセフは判断ミスだよ。で、ヤコブが神様の御心を見抜いて神様の御心通りに祝福してる。だからヤコブはこれでいいとヨセフの誤りを逆に指摘したわけですね。ここに 信仰者の霊性の高まりっていうのを私たちは見ることができます。ヤコブはエフライム、弟のエフライムを優先させることが見心であることを知っていて、その刑事に対する応答として両手を交差させたんです。だから彼は自分勝手に両手を交差させたんじゃないんです。孫の、孫がいて弟の方が可愛いなと思ってやったんじゃないんです。 神から啓示を受けていてそれに対する応答として両手を交差させて孫たちの頭の上に置いたわけです。最後素敵ですねこれ。最後、ヤコブはどうしてますか自分の杖の頭に寄りかかって礼拝したんです。だからヤコブの人生の最終章は神への礼拝です。なぜ 杖の頭に寄りかかってるんですかなぜ杖の頭に寄りかかってんのえどうしてでしょう,もう,そ,うそうですね。自分で立てないほどもう体力が弱ってるわけですね。でも杖の頭に寄りかかって人生の最終章神への礼拝で人生を終えようとしている。これが 信仰の勇士の究極的な姿ですね私たちもそろそろ杖を探し始めようではありませんか <laughs> はいあれだけいろんな自分の思いで動いてきたヤコブが最後こういう姿に完成されているもう一人ヨセフです ヨセフ見てみましょう。22節。はい。信仰によって、ヨセフは臨終の時、イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。ここでも信仰によってという言葉が出てきます。また確認ですが、信仰というのは、掲示された言葉に対する応答のことですね。だから、ヨセフは応答したんです。ヨセフが、 自分の骨をカナンの地に持って行ってくれというのは彼の単なる願望ではないんです。神が必ずそうされる神はイスラエルの民をエジプトからカナンの地に導かれると約束されただからその刑事に対する応答としてヨセフのここでの願いが出てきているわけです。ヨセフにととっってはは出出エジプトという出来事はまだ起こ いいないけれども未来のことですけれどもすでに完成していることなんですこれはヘブル語の時世では未来完了形というのがあるまだ先のことだけれどもすでに完成している私たちも同じではないでしょうか私たちはまだ死んでいないでも死んだ後復活の体を与えられ常知恵にこ 主と共に住むっていうのはもう官僚系で私たちの頃にあります。だからクリスチャンは未来官僚系の世界で生きている人々であります。ヨセフはこの時エジプトの富と映画に囲まれながら生活していたんです。しかし彼は体はエジプトにあっても心はカナンの地にあったんです。そして自分の骨をカナンの地に 運び上るように指示したんですそのことがいつ起こるかわからないけれども必ず起こるからその時には私の骨を運び出してくれ。なぜかというと私はカナンの地に埋葬されることを願っている。それは神の約束に対する応答なんだと彼は言ったわけですね。このヨセフの願いは成就しましたか 出エジプトの時にイスラエルの民はヨセフの骨をミイラを持ってカナンの地に行きました。どこに葬りましたかで、普通はすぐに言いたい言葉はマクペラの墓地ですね。けれども意外と知られてないけどマクペラの墓地ではありません。吉二24の32、はい。 イスラエル人がエジプトから携え上ったヨセフの骨はシェケムの地に、すなわちヤコブが百シタでシェケムの父ハモルの子から買い取った野の一角に葬った。その時そこはヨセフ族の相続地となっていた。はい。どこに葬りましたかシェケムです。シェケム。シェケムっていうと今の、今はナブルスという町がありますが、その近くですね。 ヨルダン川西岸と言われている地区にありますね。ヨセフが昔葬られた地、ヤコブがシェケムから買い取った地、シェケムの地、そこは現在2017年の12月11日今日、パレスチナ人たちがトランプ大統領がエルサルムはイスラエルの首都だ宣言したので怒ってデモ行進をしている。 町の一つですよから突然歴史がなんか繋がってきたような感じがしますねヨセフは神様の約束を信じてその約束への応答として自分の骨をカナンの地に運んでくれと願いそれが成就しました ということは今まで見た人々は信仰によって応答した結果神からの報いを得た人たちです諦めなかったさあそれでは残りの短い時間ですが今日の結論に行きましょう今日2つありました1つはイサク奉献の命令2つ目一人語の意味共によく誤解される言葉ですので えー、少し詳しく説明したいと思います。イサクを捧げよという命令は神がアブラハムに与えた命令でアブラハムはそれを時期通りに受け取って翌朝早く守アの山に向かったというお話を先ほどいたしました。しかしここで大事なことは神様は アブラハムが自分の子供を殺すことを意図されたわけではありません。神様最初からアブラハムに子供を殺してほしいなんて、これっぽっちも思っておられません。これが大事ですね。事実、神がご自分の民イスラエルに対して、あなたの子供をさ捧げようと命じたり期待されたことは一度もありません。それは、異教の民が行っていた習慣であり、 イスラエルの民は偶像礼拝に陥った時にその影響を受けます。けれども、神ご自身がそのことを期待し、喜ばれたことは一度もありません。エレミア32-35見てみましょう。はい。私が命じもせず、心に思い浮かべもしなかったことだが、彼らはモレクのために自分の息子、娘を捧げて、 この意味嫌うべきことを行うためにベンヒノムの谷にバールの高きところを築きユダを惑わせたとあります。これは南王国ユダの罪のことをエレミアが指摘しているわけですが神様はモレクという偶像神のことを憎まれたわけです。呪っておられるわけです。モレクっていうのは人々が自分の子供を捧げる。 そういう偶像礼拝でした。そのことに関して神様は私は命じもしなかった。心に思い浮かべたこともなかったと言われたんですね。じゃあ問題はなぜアブラハムには命じたのか。それは信仰のテストなんです。先っかから申し上げているように。これは信仰をテストするためであって神は最初からアブラハムが自分の息子を殺すことを期待しておられたわけではない。このテストによって どういういいいことがあったのかアブラハムの信仰が本物であることが証明されたんですだから神は最初からアブラハムのためにお羊を用意しておられました創世紀22の14はいご一緒にそうしてアブラハムはその場所をアドナイイルへと名付けた今日でも主の山の上には備えがあると 言い伝えられている。主の山の上に備えがある。それは神様のテストに応答していけば必ず神様は逃れの道を用意していてくださる。神は私たちを苦しめることを目的としているのではなくて私たちを育てるために試練に合わせることがある。けれども試練と同時に逃れの道を用意しておられる。これがイサク奉献の 命令から私たちが学び取るべき教訓であります。二つ目、一人子の意味。神様アブラハムにあなたの一り子・イサクを作業と言われましたが、しかし、イサクはアブラハムから生まれたいわゆる一り子ではなかった。独り子ではなかった。どうしてかというと、 イサクの前にお兄さんが生まれていました。なんていう名前でしょうかイシュマエルでしたねイシュマエルでした後にアブラハムにはさらに子供が生まれます合計イシュマエルとイサクを含めてアブラハムに何人の子がいたかご存知ですか歌がありますねアブラハムには 何7人の子あれは書的ではありません <laughs> アブラハムには8人の子です8人いたということは後に6人の息子を得たわけですねですからイサクは一人っ子ではないましてやイシュマエルがまだ 兄としていたわけですから2人いた息子の弟を捧げようになるんです。で厳密にこの独り言という言葉を一人っ子だと考えればアブラハムにとって息子が一人っ子であった時代っていうのはどの時代でしょうかイシュマエルだけしかいなかった時代。ですからそこからイスラム教の主張が出てくるわけです。 で、神様がアブラハムに捧げようと言ったのはイサクじゃない。イサクだったら二人語だよ。一人語というからにはイシュマエルだよ。だから、モリアの山の上で、つまりエルサレムでアブラハムが捧げたのはイサクじゃなくてイシュマエルだよ。ということは、神様が全人類を祝福する計画は、アブラハム、イサク、ヤコブと続いたんじゃなくて、 アブラハム、イシュマエル、マホメットと続いてくるんだよ。ということは、神様の祝福の計画は、イスラム教を通して流れていくんだよ。でも聖書にはイサクと書いてますけど、それはね、ユダヤ人が聖書を改ざんしたんだよ。だから神様はユダヤ人を排除して、クリスチャンに啓示を与えたんだよ。 でもクリスチャンもそれを改ざんしちゃったから最後にマホメットに刑事を与えただからコーランが最も信頼性のある素晴らしい刑事なんだよまあユダヤ人もクリスチャンも「経典の民」「刑事と天」「聖典の天」「経典の民」としては尊敬するけれどもでもイスラム教がナンバーワンだよで今、 トランプ大統領が先日、エルサレムはイスラエルの首都だと宣言して大騒ぎになってますね。イスラム教の世界観から言うと、エルサレムっていうのは実は、アラー、これ神っていう意味ですけど、アラビア語で。アラーが人類を祝福する方法がどちらなのかという戦いなんです。だから エルサレムをめぐる戦いっていうのは実は単に地理的領土的戦いではなくて霊的戦いだということを私たちは見ておかなければなりませんそしてあの何の富もないあのエルサレムという山の町がこれほど国際政治の中心テーマになってくるっていうのはまさに私たちは今 終末時代が近いっていうことを思わずには折れないような状況が今展開していってるわけですでイスラム教が理解するような意味での「独り言という言葉ではないっていうことでじゃあ何,何が正解かっていうと独り言っていうのはこれはいなきとう意味です今イスラム教の理解の話をしましたが三位一体を否定する つまりイエスが神であるということを否定する考え方の人たちはイエスは神の子だとつまり神が作ったんだ神の子だから神が作ったんだだから神ではない非造物だという理屈になっていきます。これはほぼカルトの人たちがキリスト論が間違っているその根拠になるのがこの「独り言」という言葉ですねあるいは「神の子」という言葉ですね。 独り言という言葉の正しい意味は、比類なき子。置き換えが効かない、特別な子。比類なき子という意味です。そういう意味で、イサクは比類なき子でした。イサクは、アブラームの制裁であるサラから生まれた唯一の子です。そしてイサクは、アブラーム契約を継承する唯一の子です。それゆえ、 イサクは独り子、比類なき子という意味で独り子で、その子を捧げようとアブラハムは迫られたわけです。新約聖書で独り子、神が独り子を捧げるという聖句、すぐに思い出す聖句はどこでしょうか、うん、ヨハネ3:16、ここに出てきます。はい、ご一緒に。 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神はイエス・キリストを捧げてくださったんですが、イエス・キリストは神の一人子と言われています。でもこの言葉はイエスが神によって創造されたという意味ではありません。これは カルト的な信仰、あるいは自由神学の信仰を持った人たちはイエスが神であるというと否定します。で、その根拠の一つがイエスは神の子と呼ばれている。だから神によって創造されたんだというわけですね。しかし今私たちは一人子という言葉はその意味は比類なき子だという意味に解釈するということをお話し,しました。 ヒルイナッコっていうのは、アブラハムに子供が複数いて、その中でヒルイナッコなんです。神の目から見て、神の子っていうのは複数いるんです。例えば、天使たち。旧約聖書では神の子たちっ言ったら天使のことです。彼らは創造のゆえに神の子たちです。新約聖書では信者が、私たち信者が神の子たちと呼ばれます。 私たちの場合は、養子縁組によって神の子たちになっています。罪人であった私たちが神の子たちと呼ばれるのはなぜかというと、イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちは神様から養子として迎えていただいたんです。そして精霊が私たちの心に働いて、神に向かって、アバ・チチと呼ぶ霊を与えてくださったんです。それは、それは、 両親がいなかった子供が施設から養父のところに来て養子に迎えられるまあ何歳になっているかによりますけどその時にその家に来て初めてその子がその家のお父さんに向かって「お父さん」という瞬間のような感動がありますね。 私たちは神から見たら滅びの子でした。その私たちが信仰のゆえに神様から養子として迎えられ神に向かってアバーお父さんって呼べるようになった。それは御霊なる精霊の働きですね。そのように聖書には天使も神の子たち信者も神の子たち。 そしてイエスも神の子なんですしかしイエスは永遠の神の子ですそれいえイエスは比類なき子つまり神の独り子なんですそれが神は実にその独り子を与えになったほど比類なき方を私たちのために与えてくださった神は実にその独り子 一人語をお与えになる決心をされたけれども実際は途中でおやめになったって書いてないんです。<laughs> アブラハムは実にその一人語を神に捧げようとしたけれども途中で捧げなくてもよくなったんです。しかし父なる神は違うんです。アブラハムが イサクを捧げる決心をしただけで神は十分だって言われたんですしかし巫女イエスが十字架で死なれたときにそれを止める声はなかったんですだから神はアブラハムにイサクを捧げようと命じたときに自分では永遠の昔からひるいなき子を十字架で 犠牲にすることを決めておられたんですここに神の愛があるんです。今年もクリスマスシーズンが来ましたがまさにこの時期こそ独り子を捧げてくださった神の愛を受け入れる時期ではないでしょうか。ここに神の愛があるんですね。このメッセージを今日この会場で多くの皆さん聞いてくださいました。インターネットを通して CD を通して聴いてくださる方もたくさんいらっしゃいます。皆さんにお願いします。イエス・キリストは自分の罪のために死なれた、墓に葬られた、今も復活して生きておられる。このことを受け入れて、イエスは私の救い主ですと、今日私と一緒に祈ってくださいませんでしょうか。 その時に私たちの頃に神様に対してアバー、お父さん、天のお父さんという思いが与えられます。それが救いなんです。お祈りしましょう。天の父なる神様、私は罪人でした。あなたの一人子巫女イエスが私の罪のために死なれ。 墓に葬られ、三日目によみがえって今も生きておられることを受け入れます。イエス・キリストを私の救い主として信じます。どうか私の罪を許し、永遠の命の約束をお与えください。主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメンありがとうございました。この祈りをされた方は、あなたは、 永遠の救いを今日得ることができましたまた次のメッセージでお目にかかりましょうありがとうございました